吉田さん、今日は尾道に奥さんと子供と行ってきました。昨日は友の浦でした。一昨日は岡山、どっか笠岡だったかな。そんな感じです。日々、あ、面白そうだな、あったかいな、天気だなと思ったら、なんかふわふわっと棒フラの上にそっちの方に行って、コロッケ美味しそうって食べたりね。なんか風が心地いいね、もうすぐ春だね。そんな感じでふわ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 暮らしてます。これ何が言いたいかっていうと、まあちょっとおやつのね、2食パン食べるんですけど、自由に生きてるんですよ。吉田さん、私が麻雀店のオーナーだったら1日16時間勤務して借金付け、従業員からのああでもないこうでもない、経営者としての不安、取引先、家賃滞納、何なんですかね。しまいにはコロナ、もうやめてくれ、やめてくれ。で、しまいには日本の弱体化、消費税増税、社会保障費削減、やめてくれ。どんないじめだよと思いますね。いや、私はそれからね、逃れられました。多分一生逃れられるでしょう。なぜなら私は自分でビジネスをするということを覚えたからですね。誰かのお役に立って、そのお礼としてお金をいただく、その繰り返しで、お金を払ったもよかったね、お金を受け取ったもよかったね。そして私は高いお金を払ってくださった方とより強い関係になると。要するに高いお金を払うってことは、久保さんにだったらこのぐらいの金額払っても全然惜しくないよねと。だってそれぐらいの問題解決してくれるし、ものすごく役に立ってるからって思っていただいてるからだと思うんですよ。こんなやつとつながっても何の役にも立たねえよ、はい10万ってなんないと思いますからね。だからそこはね、私もね、全力で100倍返しするぐらいのつもりで、全身全霊で問題解決に立ち向かっていこうと思います。しかもこれ30年かけてですよ。だって塾費用の支払い期間って30年じゃないですか。ってことは私は30年間、まあ、実質的にはもっとですけども、基本的には30年間その人としっかりと付き合っていく義務があるわけですよね。しかもそれ私負担でも何でもないんですよ。どうぞ30年間私を使い倒してくださいって気持ちです。 でも結局は吉谷さんが言われた通り、なんか振り返ってみたら30年後私と吉谷さんはなんかこのまま自由な暮らしをさらに増幅させて、吉谷さんはまたね BMW プラス1台買ったりとか、なんかすごいですね。R341 台ですら手に入らないんですよ。もうなのについでにもう1台、もう1台お父さんプレゼント、なんかミニカーを買うような感覚でね、まあ孫さんじゃないですけども、ミニカーを1台2台って買う感覚で、まあ、有名会社をね、有名会社、会社ってのは会社ですよ、外国の車ね、名車を1台2台と買う、どうですかね。なんでこのデフレの世の中、多くの人がお金に困ってる中で吉谷さんみたいな余裕のよっちゃんな人がいるんでしょうか。それはビジネスを手に入れたからだと思います。ビジネスが私たちを自由にしてくれた。本当にビジネスっていうのは人からお金を取り上げる手段って考えちゃダメですよ。誰かのお役に立つためにビジネスをさせていただいてるわけですからね。でそもそもこんなもん役に立たないよと思ったらリピートが起きないわけですから。ってことは何年という単位では続かないんですよね。吉田さんもそうですけども、私もそうですけども、今までいただいた信頼をしっかりとお返しするためにこれからの人生もあると思っております。でその上にね、本当におかげさまで日々の暮らしがありますんで、気を抜くことなくさらに身を引き締めて、もう最もね、自分から学び、社会から学び、過去から学び、社会から学び、全てをサービスとしてですね、塾生さんに恩返ししようかと思っておりますね。まあ、そういう覚悟で思えば行動はできると思いますし、例えばね、すぐに行動が続かない人、それ誰かから依頼されたものだったらどうしますってことなんですよ。もしくは将来依頼してくださる方のための積み上げなんですよね。だから本当にネットで稼ぐ、ネットじゃなくてもいいんですけども、何かで身を立てようと思ったら、身が立つほどのことをしないと身は立てられないですよ。とんちみたいですけどね。だからそこそこじゃダメです、真面目なだけでもダメです。
熱心でも足りない、真剣でいかないといけないですね。一切の妥協なくやり尽くすってことじゃない、じゃないですかね、うん、まあそのぐらいしかないですね。だって利権を私たち持ってないですから。例えばオリンピック利権とかあったら、オリンピック委員会かなんか入ったら毎月100万とか200万入るでしょ。オリンピックなさそうなのに形だけオリンピックがありそうだってことを言っとけば入るわけですよ。でも私たち利権持ってないですからね。だからやり込んでいくしかないですよね。頑張りましょうね、吉田さん、いってらっしゃい。